皆さんこんにちは。投稿者代理の白霊霊夢よ。キリサムマリサだ。ロンゲヨームで稲葉よ。こちらさないです。今回もウィザードリー5つの試練のユーザーシナリオである前略村正様をやっていくわ。今回は地下8階からだな。マスターチーフ。ヘイロー。マスターチーフは競争だけどマスターチーフは弱い。ミキサー。強いけどドラゴンスレイヤーでもいいかも。生命力足す6範囲な。アイテムの塊ヘイトスピナー。ドレインがありそうですね。先制できたからどうとでもなる。メガフリーズ打たれる前に倒せるかな。ゴミ。もう結構なレベルだから次からは移さないわ。ポイゾンジャイアント。一体ならサフォケーションすらいらない。カット。サムライ生成できたけど数が多いわね。見た目はしがる。メテオスオームで死亡。このシナリオマンはドーブカースが単体にしか効かないわ。両方ともいらないな。はい、忍者。理想的なゴミ。焦げた。焦げスライムは草。抹殺。レッサー団体どうやったっけ。スプリガン。なんか聞いたことがある名前だな。弱い。はい。団体面倒だから適当。鬼滅の歯に出てきそうね。鬼滅知らないけど。普通にいいフレイル。アイスドラゴン。推しのカービィ。なんかヘビっぽい。普通に使えるわ。最後までこれを使うよ。こいつはプリズミックレイを使ってこないぜ。ただしなぜかブレスは結構痛い。適当采配で終了。使うかも。プラスドラゴン。マイナスドラゴンないそう。探索開始。米開始をするぜ。ルタツ、ボツ。いつもありがとうございます。同行者の名前変わっててビビった。様々な理由で変えました。 WIZ のシナリオの方は変えられないのでそのまま。もう廃止されているが実在のレース名を使っているから、この先小銭稼ぎ目的で万が一収益化する際に何か問題が起きそうだからというのが主な理由だな。地味にこの動画は収益化ができるように作っているわ。 YMM4 を使っていると AQUESTALK のライセンス必須だからニコニコで1000再生ぐらいいかないと多分大赤字だと思う。1年で6380円。6380円。6380円よ。飛ばされたけどもうテレポーテーションがあるぜ。適当采配。なぜかレア枠に仕込まれるハズレアイテムリスペクトかな。アーマーイーターの餌になったぜ。いらないアイテムなら何でも良さそうだけどね。バチリスクタイム。くさ。私は名前を見れば多分わかりますが、競馬はやります。ですがパチスロはやりません。てか30年後には規模が10分の1くらいになってそう。暴言。ガローおじさん。激熱演出。外れ。ドレイン持ちすべし慈悲はない。せやら盗賊が戦闘でも役に立つ装飾品シリーズ。精鋭高速には壁と宝箱用以外の性能は要求していないわ。ただ今回はツールをいっぱい持っているせいで装備枠が埋まるから光栄よ。なんでや半身がある。あの時半身ネタ使ってないのにどうしてこうなった。普通に良い性能だけど先制火力芸の WIZ ではどうしても優先順位が下がってしまうな。 FF だったらよかったのに。 FF1 をクリアしました。次は2です。何気に有用な盗賊専用や使用できる装備がちょくちょく出てるな。
盗賊は戦闘では何の役にも立たないからそれはいいね。後半盗賊用のアイテム回収用の装備が出ることがあるから忍者にもしにくい。盗賊の方か。多分使わないわ。5つの試練では転職は基本しない。結構ワークがあるわね。なお、テレポーテーションの前には無力。まあ、かなり高レベルになるまではビショップが倒れるより僧侶が倒れる方がずっとヤバいしな。ぶっちゃけ僧侶が倒れるのはまずいから前衛にはしたくない。盗賊かビショップ前衛が個人的にはおすすめ。ハリアーなイメージ。皆さん、ホーカーシドレートライデントはリア3発だけど垂直尾翼に離陸用の4発目のロケットエンジンがあるぜ。さすが英国。元がTRPG での宿屋をフレーバー的に再現したものだからな。週月単位で契約している。 WIZ のシステムは基本大昔のシステムだからね。80年代。 TRPG だと馬小屋に泊まるのにもお金が必要なことが少なくないのに。馬小屋も無限のスペースがあるわけじゃないからね。 TRPG は全くやらない。見たことはある。キャラ物とは多分相性がいいわね。他のゲーム実況を含めると毎日投稿してるからまあしゃあない。多分毎日投稿をしていなくてもやらない。めんどいし中の人の音感がないからわかんない。デビルマン。超声はやりだすと泥沼だからね。そして読み方の調整すらしない。音声ソフト業界も弱肉強食な世界。つくよみちゃんとか動画で見たことないからな。底辺ソフトウェアトーク実況者がマイナーキャラ使っても全然再生されないし、もともとある程度再生数がある人しか流行らすことができないと思う。ソフトウェアトーク系はゆっくり、ボイロ、AI ボイス、チェビオ、ボイボ、声フォントしか知らない。 YMM4 で連携できるものだけでも結構あるけど使ってない。あれってつべ界隈で業者が作成してる商業的ゆっくり解説動画の氾濫のせいって聞いたことあるが、権利が。一応理由は開発者の CNCC と AQUESTALK を提供するアクエスト社の方向性の違いによりライセンスの折り合いがつかなかったためとしているらしいです。業者が作成しているゆっくり解説探せばいっぱいありそうね。次に柚月ゆかりやことの葉姉妹レベルの子が出てくるのはいつになるかね。なんかボカロのガブアイってキャラのボイロが出るらしいけど、その3人は超えなさそうね。あかりちゃんも人気だよな。床にメモがある。マピロじいさんは不在ですが、マピロマハマディロマとします。あれ、これ選択肢はない。これはテレポーテーションないとめんどいやつ。使わない。さっきの話の続きだけど、ボイロ系だとゆかりさん、ことの葉姉妹、あかりちゃん、キリタンが人気なイメージがある。ボイボはスンダモン以外だとメタ、つむぎをたまに見るくらい。チェリオはササラ、スズミ、マキさん以外は影薄い。声フォントはアリアルとミリアル以外知らない。キリタンとかボイスロイド EX とかで止まっているから編集的にちょっと出しづらい。唐突。せやかて工藤みたいなネットミームよね。声もネタ。そうだね。つべにもホモネタを出すヤッコはいる。壁に文字が書いてある。ここは完全クリア後にボスと再戦できます。召喚モンスターが倒すとモンスターズ館に乗らないことがあるからいいわね。バリスタ設置型機械弓なんかはまさにそうだからな。見たけど強そう。古代兵器。現代では博物館で見れそうね。奥にスイッチが見えますが、モンスターが邪魔です。殺しますか。話し合いができないなら死んでもらうわ。タコ。幻想郷にはいなさそう。頭の形がタコね。打撃しかしてきなさそうね。 AC を上げて残るわ。苦戦はしなかったから倍速。無駄に戦ったし。タコ刺し。タコ焼き。し。カルパッチョ。それじゃスイッチを押すわ。これで邪魔な鉄格子を開けれるわね。伝説の刀は見つかったかい。ここで仕留めるわ。ジバニャンは妖怪を召喚した。ウィスパーかな。
お前らはここで終わりだ。ロバートとアンドリューのパチモノを引き連れているわね。まずは守りを固めるぜ。呪文は効かず。ニュークリアブラスト、昨夜が首の皮一枚で生き延びたね。ヒール回復で立て直し。偽ワードの死亡。ジバイナの打撃3ダメージ。スレカナ。もう敵は虫の息だね。ジバニャンを殲滅する気か。妖怪ウォッチって人気になってから結構しくじったイメージがあるな。ぬわ。死んだわね。ジバーニャは倒れたが、まだ何か言いたいことがあるみたいだね。自制の句かな。あの王に刀を渡さないでくれ。村正は使ってこそ価値があるんだ。ネタバレ、裏クリアしましたが、村正は出ませんでした。このパチモノを持って行ってくれ。どうせ違いはわからん。最後まででなかったからありがたいかも。ジバーニャは刀を差し出した。刀を受け取るとジバーニャは死んだ。これは初代アップル2班の村様ブレード。ある意味本物。マネの効果もなし、なんかの鍵でしょう。君たちが刀を渡すと、なんやかんやあって越権の間に通された。偽物だから殺されるのかな。王は呪われているのに本物だと思ったようだ。それ呪われていますよ。王に月々水木金金で働かされた大臣たちは君たちに感謝している。ブラックキピョー、君たち裏ダンジョンに興味ない。このまま行くわ。使う。弱い。なぜかグレーターデーモンブラなのにブレス持ち。 AG13雑魚。ギガフリーズ。マスターチーフ。ガンガエンの戦艦。アーチメージは基本弱い。レベル7は草。別に強くはないわね。あんま見ないブラ。無駄に叩いた子。正直強くない。ワードナ。普通。ピカチュウに負けた敗北者、強くない。裏ダンジョン最初の敵。首切りしそうだな。なんか硬いな。カット。これは強い。強い先生、つまり雑魚。サフォケーション使わなくとも楽に倒せるレベルの雑魚。ドッキングアイテム。動画的にセーフならいし。魔属性耐性を持っているみたいね。はい、侍。TBL 雑魚。ラスト侍、なんかの映画にありそうね。首キーが怖いな。フラッグ、首切りとブレスだけの雑魚。なんかこいつはやけに弱いイメージが。集団で出そう。弱かった。このパーティーはロードなし。キヨシ属性ダメージはあんまり、このシナリオでは意味がないわ。聖剣マニフェスト。なんか先生で死んだわ。これは攻撃が遅れると死ぬわね。先制したから問題なし。なんか残った。もう使わない。レイバーロード、基本雑魚。なんか硬くない。あ、こいつ無駄に強いわ。なんとか勝てそうね。
ゴミ。普通に強い。競争で強いぜ。 AC がめっちゃ低いから呪文で倒したいね。めっちゃ硬い。適当に戦っていたら全滅しそう。なねとか撃破。 WIG だと使わない。こいつは AC99 で攻撃が当たらないからスティールライフで倒すよ。死ぬほど長いからカット。今回は使わない。使わないわ。ビショップじゃなくて魔術使用ならすごい強かった。強い。アーマーエイターが食べたやつ。ライカーガス単体はそこ。魔法2倍。強いデブ剣。いらない。さっきのやつの戦士を。強いけど両手持ち。探索と米返し。重量制限系 RPG はいくつか経験したけど、とにかく面倒だった記憶が。 WIG6 くらいしか知らない。多分特にどうとも思わなかった記憶があるわ。 FF みたいに全部無制限に持てるのはリアルじゃないけど、ドラクエや WIZ みたいに薬草1個で1枠ってのもあるよね。昔の WIG ならともかく、5つの試練では9個までスタックできるわ。ドラクエも袋があるし。 FF はポーション99個持ちが基本だった。呪われた装備かな。エメンがひどかったな。ミニ飾りもつけようかと思ったけどやめたわ。初期作品だと全裸盗賊&ビショップのお約束だな。 W 高烈攻撃がまだないからね。装備欄を呪い装備で埋めよう。 NPC にキーアイテム盗まれるのも WIZ なんだよな。多分もだろうけど、そんなに世紀末なの？ WIZ ならありそう。確か4回ぐらい規制逃れをして巻き添え規制カードが10枚くらい出ませんでしたっけ。 SW ドラゴン。どうせ射出系ワルークの温床になるから関係ないとかなんとか。良い装備。虫食は芋虫系などが栄養豊富らしい。虫系の中でも特に食べたくないわね。カースマルツ。ダチョウ肉のカルパッチョ。実際にウサギを料理するときはペスも使うのだろうか。使うとするなら精力剤ね。ロッキーマウンテンオイスター。普通にいい。実際食用の G もあるから困る。これは虫用なのか人間用なのか。妖精用だったりして。ワーケーはライカンスロッピー持ちってことでポジ持ちになってる。マジか、そんなんあったんか。この階層には通路しかないわね。アンクルシャムが新しい顔を焼いて、狂犬型から性格無比な投擲してくるんやろ。アンカンマン、米国版。アンテンメン。多分ベトナム戦争帰り。アメリカではアンカンマンは人気がないらしいぜ。文化の違いが原因だとか。ゾウは、狩猟は禁止で、ゾウゲの輸出入も制限されてるしな。それならゾウを食べるのはいろいろな意味でほぼ不可能だね。まあ嫌いじゃなくても、コロナとかのウイルスや細菌などがあるから管理がしっかりされている子以外は触らない方がいいね。狂犬病は日本にはないが、まあ何がいるかはわからないからな。歩いているとごくたまに吠え癖のある犬がいる。確か若干低かったはず。調べてみたらレベルアップ速度の関係でそうなっているらしいわ。入らないと詳細わからんとはいえ嫌だな。 W 入りますか。何も考えずに入っちゃったぜ。好きじゃないってよく言ってるけど、ウプ司って変色な方。多分そんなに変色ではないと思う。好きじゃないけど嫌いではない。マジでダメなのは生のトマトぐらい。有名所なクリエイター様には自分より下と思っている人には監督呼ばわりさせないとミスする人がいたりするし。そういうのはそのうち大きな無礼を犯して干されそう。でも案外干されなかったりする。マロールってもう10レベル超えてるじゃねえか。 W
お前らが村正を取りに行け。北斗の三男かな。銃より強いパンチ打てるのに、実家への反抗期で自滅したり、なんと非自利権使う器用で不器用なやつ。兄より強い弟はいっぱいいる。俺の名を言ってみろ。いちご味って連載再開したのかしら。あっちならジャギも活躍できているし。まだ救済中、作者の体調不良が原因らしい。北斗の拳フィットネス普通。設備投資で足が出そうよね。部長へのプレゼント、特に村正を作るならそうだな。両津でも何年も修行しないと、さすがに村正レベルは無理でしょう。せやな。普通。クリアニ系オタク大好きクトゥルフ神話。TRPG のイメージの方が強いわ。連射パッドの反則なんだよな。連射パッドはあんま買ったことない。スイッチ用が欲しいわね。FC 版は取り除かれてない。バグが結構あったな、そういえば。確か一部呪文が汚いんだっけ。商店にようこそ。何か買うてくれや。ラインナップはドッキング系。ここは本屋です。呪文用かな。品揃え、先に進んだらイベント。謎の集団が道を塞いでいる。この先には行かせません。剣の人。召喚がそろそろ完了します。裏ボスかな。邪魔するなら死ね。来るみたいだね。変な集団。とりあえずマジックスクリーン。かなり硬いな。魔法耐性があるかもな。さっきと同じことをするわ。一体死亡。これはいけそうですね。アダルトチルドレンをあげるわ。不倫中3人死亡。もう消化試合っぽいね。召喚はもう成功しています。そいつがラスボスね。謎の集団が消えて遠くで音が響いた。今度内容はアイテム回収用だな。全アイテム回収は目指さないよ。図鑑、この見た目でドレイン持ち。3人なのに1人。変態。ヒゲ。単体ならザコ。ザコ。先生はされないからブレスも脅威じゃないかも。映画のタイトルでありそう。はっ。弱い。こいつは一番厄介かも。ザコ。HP だけは高いわね。ニュークリアブラストでも地味に死なない。首切り。強くはないわ。めちゃくちゃ強いわね。プリズミックレイ。地下8階のマップ、ワープが多いわね。テレポーテーションの前には無力。ワープの場所が一部間違えているな。 EX ダンジョン郊外の貧穴の正体不明だな。こういう名前なんだ。空間別室があるくらいで別に難しくはないわね。それでは今回はここまでよ。ご視聴ありがとうございました。